はいどうも、スプラトゥーンバット週間ということでね、俺はね、もう下手すぎると、スプラトゥーンが下手すぎるんだ俺はと。だからね、もうほんと下手だ俺は。うおー、これリッタービクビクマン。リッターね、もうきついな。どうやってリッターと戦うのかと。バレたよ、お前がバリア使ったせいで。どこだ、何がいるんだ、倒せてんのか。上にいるな。よし、まあね、相手の陣地に行って他に攻めてこうかな。ちょっとな、もうマジで負けすぎてね、言葉が出ない。ほんともう言うね、クソ、これはね、クソなんだよな。あー、すごいな、うまいなお前たち。もうね、あの入り口のとこにねトラップ入れられてるんで、めっちゃうまい。あれで気づくんだよ。うーわ、もうこのゲーム 100% 遊んでるやつらじゃん、お前ら。お前らすげえな、マジで。もうなんかほんと元気出ないわ、負けすぎても。前作そこそこ勝ってたのにさ、前作勝ってるだけじゃダメなんだなと思った。あれか、うい、目くらましですか。よっしゃ、やっと倒せた、やっと倒せた。あ、こう雨降らしの中ね、雨降らしに殺された。雨降らし意外に最近強いんだなってことが分かった。で、あとみんなが使ってるスパッタリーっていうのは俺早く使いたいんだけど、もしかして俺変えるの、もしかして俺だけ禁止されてるとかある。こねろこねろこねろ、俺はキルマシンになるぞお前ら。よっしゃー、めちゃくちゃよだれ出た、べっちょーんってよだれ出た。やばい、雨降らし、もう俺雨降らしトラウマなんだよ。もうすごい、ほらすごいよだれ出てるでしょ、みんなわかんないと思うけど。もうよだれがすごいよ。おい、倒したぜ。これ危ない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 、復帰地点でそれはダメだ。え、なんてやられたの、4キスコープで絶対やられてねえよ今のは。もうなんかクソだこのゲーム、全然勝てない。一回いつもね、まあ、勝ってるんですけど、その気持ちいい勝ちができない、気持ちいい負けもできない、うん、その負けても、あ、これいい負けだっていうのとかならいいんですよ。気持ちいい負けだったらいいんですよ、その楽しかったなって負けならいいんですよ、それだったら負けてもいいんですよ、うん。もう貢献度最下位で、どうしようかな、もう疲れた。ちょっと武器変えるわ、ちょっと俺なんか武器1個決めようかな。もうちょっと、もう若葉装備でいくわ、最初の初心者装備で俺いくわ、もうちょっとそろそろ。いや、さすがに服はダメだよこれじゃ。どうしよっかな、武器何しよう。あ、スパイガジェット使おうかな。スパイガジェット俺一回も買ってないんですよね。スパイガジェットあんま強くないと思うけど、スパイガジェットで極めたい俺、うん。それかそろそろあれか、もう俺ちょっとまあ、ダブルガン系、まあ、ダブルガンっていうのはあれですよ、二丁拳銃でねやっていこうかなと本当思うわ、うん。俺はキルマシンだ、お前を倒す、お前を倒しに来た、俺はキルマシンだ。トコトコ系男子、
俺が守ろう。え、みんな傘持ってるとみんな逃げてくんだけど。おお。え、仲間がめっちゃ強い。仲間が強すぎるんじゃあちゃいますか。やめてくれリッター。ダイナモンがいるからな。もうヨンケスコープにやられたの今。もうマジさ、チャージャー嫌いなんだけど。もうさ、もうチャージャーがいると平和じゃなくなるよな。そんな、え、バカには難しい。ゲームってバカできないな。俺前まで頭良かったんだよ。うわ、やられた。ここでね、潜んじゃう系男子。マジもやる気出ない。もうほんと。もう今の時期は何してもダメなのかな。ちょっと何しようかな。ちょっとな。これね、俺がね、こうやってやるじゃん。あばよ。ちょっと俺どの武器使おうかな。もう何使っても負けるんだけど。チャージャー強すぎるよな、みんな。うお、お前を倒したい。やっと倒した。うわー、そんな。あ、最後の最後で2キルですよ。今日ね、ちょっとね、久しぶりにね、あ、今メガネつけてるんですけど、コンタクトレンズつけてますよ。めっちゃ目が痛い。あー、もう俺1年くらい検査行ってなかったんだよ。うわ、めっちゃ、うわ、クソがいる。見習いってやつめっちゃ12キルもしてる。絶対こいつリタマラ勢だ。リタマラ勢の意味が分からない人はね、僕も分からないんで、ちょっと皆さんもね、はあ、何使おうかな。ちょっとな、俺弱すぎるよ。もうなんかもう嫌になってきた。うん、ということでね、まあ、いろんな武器で遊ぼうということで。やばい、はあ、ちょっとほんまね、いろんな武器で遊ぼう。ちょっと次使うゲームはね、扱う武器はね、ガトリングガンですね。はい、バレルスピーナーです。やばい、名前忘れちゃったんだよな俺。これでキルできんのかな。うん、もうなんかこのゲーム難しいからな。届かない。よし、危ない。お前もかいな。お前も好きなのかよ。待ってたぜ相棒。なんかもう、なんか俺が好きな武器ってあったっけなってくらい。やっぱホットブラスターなんだよな。ああ。
あギリギリで倒した。あぶねえ、使いづらいわ。おい、やっぱザップが使いやすすぎるな。うわ来てた。いるんかい。スペスピ強いよね。やっぱチャージが重すぎるよな、バレスピ。これうまく使えないと無理だよ、うん、じゃあ俺無理だ。もうきついよ。わかんない。もう俺チャージはほんと嫌いだわ、マジで。チャージャー嫌い。どうしようか。早くシャープマーカー欲しいんで俺。シャープマーカー早く欲しいよね。まあどうせ勝てないけどだ。でも使いたい武器も使えないってひどいよな、みんな。どう思う、みんな。こんな仕打ち耐えられるか、みんななら。ちょっといっぱい買っちゃおう。あ、そうだ、スクイックリンとか使ってみたいんでね。ソイチューバーって YouTuber みたいなね。何を言ってるんやら。それはもうほんとゲーム下手になったんやな。え、どんな感じ、ソイチューバー。うわ、ソイチューバー長いんだね。チャージでこうやって潜伏してて、これが長いんだ。そう、竹。
96ガロン買おう。96ガロンでやってた。さすがにこれは名前間違えないでしょ。ちょっとこのね、ねちっこい武器を使っていこうかな。パラシェルターってどんな感じなんだろう。ちょっとね、今動画を入れようと思ってるんです。このデータをこの中ね、それがなかなかできない。よし、宣戦布告じゃ。ここは取ったわい。うわ、逃げろ。お前はターゲットにされてないんかい。ロンブラか。ホットブラスターに俺負けてたのか。めちゃくちゃすごいな。チーターかってくらいに、そうなんだ。なんかもうめちゃくちゃスペシャル大好きマンがいた。どこだろうな。わかんない。どこに相手がいるかわからないんですよ。うわぁ、なんやそれ、めちゃくちゃ。よっしゃ、倒した。
めちゃくちゃ楽しいな。全然昨日も元気使い果たした。負けた。いやでも楽しかったな、これは。うん、楽しい、楽しかった、いいね。ちょっと今後使う武器候補の一つに入れようかな。うん、楽しいね。使ってて楽しい武器はこれ、ジェットスイーパーですね。デュアルスイーパー、なんでだろうな、二丁拳銃になったんだろう。あれは意味わかんないよな。まあ、次使う武器はね、スクイックリンですね。スクイックリンね。まあちょっとチャージャー俺いけんじゃない、まあ、チャージャーも使ってみてね。うん、どんな自分になんかこれで使いたいなっていう武器。すごいね、ここのニキビがすごい。チャージャー楽しそうなんだよな。あ、スパッタリーだ。難しいね。あ、エイムが合わないやつですね。チャージャー使ってどうすんだよ。
なんかねすごいよね、なんかああいう制度、スパッタリーってどこら辺がいいんだろうな。よっしゃ、最後の最後で1キル取りましたよ。嬉しいわ、1キル取れたの、うん、やっぱチャージャー合わないね、エイムが合わないやつがチャージャー合うわけがないということで、ということでマニューバーちょっと使ってこうかな俺も。それかローラー使いになるか俺も。もう俺ローラー使いになるわ。チュン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 。ローラー使いになろう。ちょっとローラーで俺はもうちょっと飯食っていくわ。あ、もうちょっと録画が。では。